おっと、早くも夜が明けました。そうかい。俺、仕事は？サイン会もすっぽかしちゃったけどさ。仕事行かない。なんで捜査しなきゃいけないんだ。女中のヨネがいます。おう。ユリコ。富士山が東京を継いだはります。うん、富士、こんにちは。3人、ゆり子、富士、仙台。なんじゃそりゃ。花びら、何のことですか。ダイイングメッセージも不自然だよな。わざわざ花びら6枚取ってペンかなんかで書いたんだろ。そのペンはどこへやった。ナミコとミナコ、およね現像、小沢美奈緒、ネーミングセンスよ。あ、人。ゆり子、美奈子、もうわかんねえ。部屋にいる。うん。およねの部屋にいる。おお。およね。片っ端から聞こう。どっちがおとなしい？ナミコ。ナミコが年上。もうわかんねえわ。どっちがどっちだか。ようわからん人。現像、うちの人、手土産の一つ、お菓子あるよ。現像、ハゲ、お菓子。お菓子あげるとは言ってない。おかみさんかみなこはんに会いたかったら母屋、他の3人の部屋はガレージ横離れ。みなこは年上じゃないよな。なみこだよね、年上が。なみこはいません。本棚、ルル、ドイル、チェスタートン。あー、推理小説ばっかだな。鍵、車のキー取ろう。取ってどうする。ファミコンです。アルバム1枚が剥がしてある。
みなこ。こんにちは。みなこ、なみこ。いなかったよ。お姉さんに寄ったはった。なんだ、二十歳を過ぎてるのに不良か。これ片付けろよ。勝手に調べていいものかどうか。なあ、それ。ナミコいた。お、あ、お疲れ様です。俺のファンかと思った。これは貴様か。アリバイ、仕事、住所。あまり好きじゃありません。よくわかんないってどういうことだよ。聞き方が良くないか。財産を譲るからよろしく頼みます。車修理に出していてない。見せる。知らない。あ、はい。外に出る。警察。おう。あ、はい。ファミコンゲームのファン。はい。15日の午前7時半から8時。そうでしょうな。僕のせいみたいに。観光客。知らんよな。わかんねえよな。朝8時半から。じゃあオープン前に死んでんじゃん。ほほほ、冷てえ。毎朝ジョッギング。7時過ぎに出てって8時頃。どっちだっけ、ナミコ。7時ガレージ。お、車を使ったね。ナミコ、アリバイないかな。こうか。アリバイ。7時過ぎからジョギング。ジョッギング。むむむ。2番目も聞くか。アリバイ。
母屋の今。朝ごはんを食べて帰った9時過ぎ。見直。あ、じゃあ帰るよ。日が暮れてしまいました。また明日頑張りましょう。ああ、まあいいけどさ、何も考えてねえじゃん。合ってんのかな。続く。